どうもこんにちは、名古屋の伊藤です。さて今回は公開されたばかりのゴジラマイナスワンの感想を言う動画でございます。最初に警告しておきます。この動画はですね、ゴジラマイナスワンのネタバレを後半で含みます。前半はネタバレなしの感想、後半はネタバレありの重大なことを話しますので、映画をまだ見てないっていう方で、ネタバレされたくないよっていう方はもう前半だけ見るか、ここでもうご視聴をお控えくださいませ。またネタバレパートに入るときには警告させていただきます。こちらにおわすゴジラさんはですね、ゴジラマイナスワンモデルではありません。ゴジラ2000のやつですね。背びれが尖ってて紫色のが特徴です。ちょっとね、だいぶ埃かぶっちゃってかわいそうなんですけど、映画ゴジラマイナスワン、一言で言います、もう本当に素晴らしかったです。もう東宝と山崎監督に感謝感謝感謝です。前作のシン・ゴジラも本当に日本映画に衝撃を与えたというか、日本映画の大幅なレベルアップ、あの時も本当に感動したんですけど、私感動しすぎまして、シン・ゴジラは映画館で9回見ました。本当は10回になる予定だったんですけど、1回だけね、上映時間の開始間違えて見れなかったっていうことがあったんで、まあまあまあそんなこともありつつも、シン・ゴジラは9回見ました。でゴジラマイナスワンはですね、もう非常に楽しみにしておりまして、ただ不安もあったよね。やっぱりみんなそうだと思いますけど、あのすごすぎたシン・ゴジラを超えることなんかできるんかと、杞憂でした。超えてきた、いやーすごかった。ゴジラの描写、怖さ、あと CG もですね、もう本当にすごかったですね。シン・ゴジラもなんか当時日本映画の過去最高の予算で作られたらしいんですけども、ゴジラマイナスワン多分予算もっとシン・ゴジラよりももっともらってます。じゃないとあの CG は作れないっす。まあどこのシーンか分かりませんけども、ゴジラマイナスワンはですね、とにかくめちゃめちゃすごい CG を使ったんで、なんかワンカットのデータ量が最大で5テラになったらしいです。ゴジラマイナスワンもたっぷり予算があったんでしょうね。それはもう前作のシン・ゴジラの功績だと思います。正直シン・ゴジラの CG ちょっとチャッチーところもねあったんですよね。まあ、特にゴジラが目覚めてからの東京のビルを爆破してゴジラにバーンってやるシーン、あそこの爆炎なんかね、もうプレステ1かなっていうぐらいのちょっと残念な爆炎でしたけれどもね、そういうチャチー CG はですね、ゴジラマイナス1には見受けられなかったです。お見事、もう素晴らしい。ゴジラの顔に関してはですね、これ好みはやっぱ分かりますけどね、まあ歴代のゴジラ全部姿そうですけどね、俺はゴジラの姿だけで言うとシン・ゴジラの姿の方が好きです。歩き方もなんかすごいね、下半身の安定感というか、なんかそれをすごい感じました。すごいかっこよかったです。そして何よりもゴジラが東京に上陸して放射熱線を吐くシーン、もう過去のゴジラ映画の中で一番震えました。シン・ゴジラの吐く細い放射熱線とはまた違うタイプの放射熱線でね、いやーすごかったっすね。まあゴジラマイナス1も2回目は見に行こうかなと思います。別に特に分かんないとことか僕はなかったんですけれども、もう一回見たいです、ぶっちゃけネタバレなしで話せるの感想はね、まあ、これぐらいのもんですかね。あと役者さんの演技に関しては、神木隆之介くんの演技はすごい良かったと思います。本当に作品見てる間にこの神木隆之介くんの顔が戦後の人の顔に見えてきました。そんなマジックもあるような映画でございます。さあお待たせしました、ここからネタバレパートに入ります。ゴジラマイナス1のネタバレ聞きたくないよという方はここでご視聴をお控えくださいませ。いいですか、動画切りましたが、いいですか、ゴジラマイナス1に隠された重大な伏線について話させていただきたいと思いますね。まあ舞台は日本の戦後なんですけどね、物資も武器も少ない中で、乏しい中で、米軍も何も協力してくれないっていう中で、ゴジラを何とか倒そうと、ゴジラを海に沈めて水圧で殺そうという、でそれで死ななかったらさらに急浮上させて一気に減圧させて体を膨張させて殺そうという、そういう作戦でしたね。まあそれでも浮き上がってきたゴジラは放射熱線を吐こうとしたんですけれども、最後に神木隆之介くんが演じる浩一が爆弾を積んだ戦闘機でゴジラの口の中に飛び込んで爆弾を爆発させてゴジラの頭を吹き飛ばして倒すという、そういうラストでございました。ゴジラそこで死んだ、一回は死んだんですけれども、まあブクブクって沈んで、最後ね沈んでった肉片がね、また目が現れて再生してゴジラは死んでないっていう、そういう終わり方をしました。ただこのゴジラマイナスワンの重大な伏線というのは
そこじゃないです。ゴジラを倒した、やった、で海の中でゴジラがブクブク再生してゴジラは死んでないっていう、それで終わっても十分素晴らしい映画でした。なんだけど山崎監督、もう一個とてつもない伏線隠してました。これ気づいた人と気づかなかった人いたと思うんですけれども、ヒロインののりこ生きてたじゃないですか。ゴジラが銀座で放射熱線吐いてその爆風で吹き飛んで死んだと思われてたのりこが実は生きてて、まあ、神木隆之介くん演じる光一も、まあ、特攻で死なずにちゃんと脱出掃除でね生きてました。で港に帰ってきてのりこが生きてるっていう電報を渡されて病院にかけてってのりこを抱き留めてっていう、そういうラストだったんですけれども、その時ののりこの首筋気づきました？カメラのね位置がね、のりこのここを見てくれと言わんばかりのアップで見せてました。ここになんか黒いものあったんです。皆さんここ気づいたでしょうか？俺あの黒いもの見た時ね、最初ね入れ墨かなって思ったんですよ。あ、のりこってそんな入れ墨入れてる人だったんだって思っちゃって、そんなわけないじゃん。そこで入れ墨写して何になるの？ゴジラの映画で。で、やけどか傷跡かなと思ったんですよ。だけど、ゴジラの放射熱線の爆風で吹き飛んだんだから、まあ、体中傷だらけでも何にも不思議じゃないじゃないですか。ここに傷跡があったって、何も不思議じゃないです。そんなもん写したって意味ないわけですよ。不自然に真っ黒な何かが歩りついてたように見えました。これが山崎監督が隠した非常に重要な伏線。あの黒いの。ゴジラ細胞ですよね、あれ。つまりのりこはゴジラが戦車砲を食らってね、ボン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 って撃たれてるところを結構下の方で近くでその目で見てたわけですよ。まあその時かどうかは分かんないですけど、飛び散ったゴジラの細胞を偶然のりこが体に取り込んじゃって、あの時放射熱線の爆風で吹き飛んで本当は死んだんですけど、ゴジラ細胞の超再生能力によって回復して生き残ったんですよ。これやばすぎませんか、この伏線。山崎監督、まあその場にいたのはねのりこだけじゃないんで、多分そういう人が何人もいたはず。つまりゴジラ細胞を取り込んじゃった人間がこれから日本でね、まあ共存していくっていうかね、そういう非常にやばい非常にやばい伏線を残しました。いや、これは本当にやばすぎるぞ。これ続編出るんかね。まあ、あのシンゴジラの最後の尻尾のあれもね、あのぶっちゃけ続編は、作らないべきだと私は思います。もうあとは皆さんの想像にお任せ。あのゴジラ人間の映画はね、はっきり言っていらない。ゴジラ映画にゴジラ人間はいらないっす。ゴジラマイナスワンもあれ一作で終わっていただければと私は思っております。ゴジラマイナスワン見たけど、そののりこの首筋のくらいの気づかなかったよっていう方はね、ぜひ劇場にもう一回見に行ってください。俺はもう一回見に行きます。そんなすごい要素を山崎監督がぶっ込んでくるとはね、これ予想外すぎてね、本当にすごかった。ブラボー。というわけで、あまり長い動画にしてもしょうがないのでこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。アンギャー。